どうも、ヘルザレットです。それでは、アッシュと魔法の筆、もう名前忘れてたね。アッシュと魔法の筆やっていきたいと思います。電気のね、ビリリが仲間になりましたので、いきたいと思います。かわいいな。さあ、行こう。お、見つけた。なんだこれ、ちょっと。貸せや。ねえ、返して。取ってみな。お願い。お、その子の過去が見えたわけか。おい、どうしたんだ。なんか変だぞ。なんでもない。ただこいつもう相手してらんねえ。マヌケズラミンドも飽きたし。さあ、触れた相手の過去が見える感じですね。おお、起き上がった。すげえな、この怪物たちは。で、今ちょっと気づいたけど、筆もちゃんと黄色になってるんだね。さあ、魚屋の次は？デンスか水力発電。おばあちゃんの話じゃ、リーって教授が水力発電を試してたんだよね。でも、うまくいかなくて全部閉鎖したんだっけ。発電と。え？ニコも？ちょっと待ってよ。新しい、これは後で見るとして、あ、来た。見つかってよかった。勝手に来た。いや、じゃあそれだったらそれで。水力発電か。なんかこういう木あったよね。バオバブじゃないけど。これじゃない。太陽。さすがセンスいいね。いいのか？いいのか？わかんねえな。センスがわかんねえな。なんかサバンナ風にこうなっていく感じだね。あ、これいいね。これいいね。これよくね？もう自画自賛になってしまうからな。で、スーパーペイントがつくと、意外と星咲かせるのいいと思ったね。蝶を咲かせるぐらいは結構綺麗になるんだよね。あ、なんでこんなとこに。さあ、絵も月中。ここは次入るところっぽいね。これどかさないと何もできない。さあ、てめえ、そっちはいかんや、みったら。さあ、缶詰。ね、めっちゃでかく悪口書かれてるな。さあ、釣りがあるが、釣りは特にできないって感じか。さあ、新聞紙でも情報を集めて。ミルクを買える場所がなくなったってママが言ったら、パパも諦めたっけ。あ、マジで牛乳買えないとか最悪やね。ん？あ、はい、蝶々って可愛いよね。これは？あ、蝶々かけってことか。はいはい。あ、まあ雨降らしてる場合じゃないんだけどね。オッケー。痛い。どかさなきゃ。あ、おかげでアイテム発見できた。これなんか意味が。ほんとさ、これの意味がよくわかんない。あ、虹だね。わかんないよね、この辺りはね。
うん、違う。なんかすげえことになってた。これは同じ色使いってことかな。でもなんか足りないね。あそこは何もなし。この奥に行って、ゲッチュさせてくれ。なかなか。おお、好きじゃん。なんかすごい電気頭。そしたらスーパーペイントが書けない。どうしようかな、虹にしよう。違うな、なんか違うな。掃除しちゃおう。そう、一括で。さあ、電気つけて、こっちも。電気つけてと。意外とこう、木のやつはちゃんとこう上に生やさないと。ダメだね。そこは炎のモンスターを連れてこないといけないっぽいね。もしもし、この子連れてこないといけない気がするんだよな。あ、来てる。あ、すごいすごい、来るんだ来るんだ。こっち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 。来てくれるのか。みんな大好きだもんね。今何かを変えてって言ったね。まずこれを生やそう。で、こっちの子は木を生やせってね。これでどう？で、君が。助けて。さあ、こいこい。遊んでほしい。何？遊びたいの？遊び道具あった。やっぱ釣りできるんだ。海にはもう魚なんてとっくにいないと思うけど、やってみよう。よっしゃ。カニだね。おっと、ごめんカニさん。さあ、次。こっち。助けてくれるかな。どういうスタイルがいい？で、ここに。あ、合ってるか。あとは。お？あ、ダメだったわけか。ほう。へい、お客さん、お月様いっちゃ上がり。あれ、まだまだいる。いや、あのね、注文多すぎてね。注文多すぎてね。はい、スーパーフェイントがたまる。
明かりを見逃したかも。明かりもだけど空いっぱいの星だね。すごい。そうそう、どうやっとこっちまで来たね。さあ燃やしてくれ。スーパーペイント結構大変やなこれ。こなしてアイテムゲットも。あれ、トリビがあるね。遊びたいんだ。いいよ、何見たい。じゃあ今日はここまでにしよう。この絵がずっとここまで残ってるっていうのはなかなか考えもんだね。この看板新しくしてあげようと。そう、そういうことか。完璧。操作が。ちなみにこのゲーム、あの出来上がり VR あるらしいんで、VR でするとだいぶ綺麗みたいですね、これに関しては。いや、ちょっと待ってよ、これこっちおいで。あ、これか。こっち来てくれ、こっち。めっちゃ遠く行ってるけど。さあ、走ってこい。手伝って。で、ここら辺の電気はつけといてだね。さあ、ゾーンが一つだね、あと二つ。でもさっきのこうちっちゃく描かれてる絵がいまだにどう使うのかピンとこんないね。まあでも、これ、これこれこれ、意外とちゃんとこう連れてこないと来てくれないね。助けて。おお、危ねえ。危なかった、危なかった。さあ、こっちだ。こっちに来るんだ。手伝って。なんかこうやって見ると、旗っぽく見えるね。とりあえず上のライトをつけるだけつけてしまって、こっちおいで。いけないんだ。っていう感じではないかな。あ、とりあえず月描いてみようか。この辺りでいい？これでどう？喜ぶんだ。で、それが。あ、違う絵を描いたね。OK。あれ？どこ行ったんだろう？君は虹。OK？ なんだけどさ、これ。これ。こうか。あ、そんな感じね。はい。なるほどね。ジャンプしてっていうのも、しっかり大事な感じなんだね。来ないね。なかなか来ないね。さあ、到底も、どうも。
遠近法は自分でしないと遠近法使いたいけどね、自分で考えないといけないってね。おう、オッケー。さあ、バチッと。ありがとう。いや、結構この管理大変やな。ほんと。まあでも繋がってるか。さあこれをポチッと押すと、さあ上がって回ってバラランって。これでいいのか？ねえ、こっち。お。お、これでいいのか？さあ、新しい目的も。よっしゃ。あれ、なんかある？さあ、なんだこの猫っぽいやつ。そうだね、なんか結構キャラクター用の絵が増えてきたから。危なっ。なんかそれも増やしたいね。書き換えたいっていうのもあるな。危ない、落ちたけどね。戻ってきたね。さあ、このエリアは次どっち側かな。ゾーンがいくつか残ってる感じだしね。よし。あ、意外とゲット。 DC と。こっからまただよ。最高。何が？あ、いるってことか。これ絶対いいと思う。いや、えらく器用な塗り方してんだ。なんかこっちっぽい気もするが。はい。どこにでもいるよね。高さの制限があると。あ、ここ入ってやっぱこっちだよね。でぐるーって回ってきて、スーパームーンみたいでしょ。スーパームーン。お前ら要望多くねえか。書いてやる書いてやる書いてやる。はいはい。で、君はそこに飴が欲しいのね。あ、違う、飴じゃない。ちょっとこっち来てくれ、こっち来てくれ。何をやってるのかが見づらい。あ、違う、出なくなった。まあ、いいか。ないならないで。ほい。おいでよ。まあ、やっぱここ降りていい感じか。ゲッチュではなかった。さあ、尻尾をゲッチュ。邪魔な奴らが来た。避けながら行くって感じだね。ほーら、こっちだよ。さあ、悪ガキどもよ。
ねえ、こっち連れてきて、はい、引っかかれば OK。 戻してっと。ゲッチ、あ、絶対この上あるよね。そっち行っちゃう。よし、すぐに使ってみよう。なんかすげえことになったな。適当に書いたら、これでライトはついた。持っといてよ。また来た。どこだ。あ、ゴミ箱の中。なかなかやんねえあいつら。なんで絡んでくるわけ。ほんとね。絡んでこなけりゃ。あ、でもどこだここ。取った。あ、下に行かされたのか。それはそれで困る。これでライトが、そこある？あるね。違う。うん、これつけた。ここもつけた。気に入ったんだね。アップルか。意外と来ないのよね。で、そっか、お腹空いてたんだね。これにここいる。さて、降りてだね。もしもし。あ、すごいところかな。この上、あ、そうだ、これこの上行きたかったんだよ、さっき。で、上行って何かあるんじゃねえかと。お、すげえな。ほいほい。やっぱあったね。すぐに使ってみよう。これ絶対やり込み要素だよね、この絵はね。多分同じ絵を描けってことなんか、さっきの子たちを連れてくるかって感じだよね。これはちょっとやり込み要素だろうな。ここにぴったり。ああ、虹ね。多いよ、多いよ、やること。もしもし。これが本当葉っぱって感じだね。なるほど。
さあ、ライトをつけた。あと何箇所かな。古い看板を明るくしよう。と言われましても、いい感じ。このデザインじゃないのかも。それではないな。完璧。そういうことか。なんか変だな。いや、違う。合わせないといけないみたいだ。ぴったりだ。あれあれ？これでよし。あのキーは？あれ、ダメみたい。だよね、絶対違うよね。だよね。ここが多分足りないのがあるな。よし、次。あ、そうか。君を。結構逃げるな。結構逃げるな、ついでにここ。あったね。これいいと思う。待て。意外と早いぞ。お、よし、見つかってよかった。さあ、あとライトはこの正面か。スーパーペイントじゃないと描けないな。これでゾーンの2つ目が OK と。いや、これすげえな。もうなんか慣れてきて手抜き感が半端ねえもんね。まあまあ最後のそのキャンパス、大キャンパスかさえちょっとしっかりしようかなっていう感じだね。あ、ビリーが。この辺りは完了。次だ。あれ。おいで。多分ついてくるだろう。いや、ちょっと待った。一個なんかあるね。僕のことつけてるわけ。早く。見られた。残念。お、いいとこ。あいつどこ行った？助けて。そっちにやっぱ行ってしまうね、どうしてもね。ここ。こっち。めっちゃ食ってるじゃん。あ、書いたりも全部買え食ったんだ。すげえな。こっちおいで。そうなる。こっちに来てほしいんだけどな。スーパーペイント、今お願い。そう。これで。手伝って。電気を使う怪物に開けてもらわないと。でも、だよね。そこなんだよね。登らせる方法が。まあ、行って。こっちだよ。お前より顔うまいはずだ。
こっち。ああ、そこは行けないのか。こっち。マジか、どうやって。そこはかけない。どうにかして来させないといけないんだけど。またあいつらか。いや、みんな頭かしげてるね。どうしようか。何かを見落としてる気がする。水面の近く。ちょっと待った。あ、びっくりマークあるね。あった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 。そこか。この奥だね。絵はないね。こっち側すればまだ来てなかったもんね。なるほど。お次は。そりゃそりゃ無理だ。あー、いいな、これ例にしようか。ちょっと試してみようと。こんな感じで、なんかこんなイカ見たことある気がするけど。オッケー。あー、これで、なんかいろいろ使いたいね、ここら辺ね。ありかも。いや、ありじゃねえ。いまいち。ありじゃないな。これ難しいな、ヒゲ。よし、これでいこう。何かを見落としてるはずだ。書いたよー。さあ、行こう。ねえ、こっち。さあ、書いてもらって、これは、あ、開けてくれたね。ああ、引っかかる感じか。こういう感じか。なるほどね。その前に上に行きたい。特にはっていう感じか。おお、で動かすと。まあでもアクションっていうか謎解きだね、本当にこれはね。これで、こっち。来れるだろう。もう頑張ってる頑張ってる。降りて。さあ、これどうぞ。条件出してくるね。お目が高いね。これでいいのかな。
満足してもらったみたいだね。さらに、さらに。助かった。うん、オッケー。雨降らせたからか。さあ、一人ビビリがいたね。この全てのびっくりマークが気になるんだよね。逃げないと。うわ、まずい。あら、見つかったの。ビビってやんの。ダメ。さあ、次は？あ、兄弟なんだね、この二人はね。さっさと行くぞ。なんか負け犬っていうか、もうやられる側の逃げ台詞だよね、あれね。だから意地悪になったんだね。許したわけじゃないけど。まあ、それといじめは関係ないよね。そう。特にない。あれは取っておきたいね、上のやつはね。でも、その前にスーパーペイントを使わないとか。これはいけないってことか。手伝って。さあ、新聞。絶望が生んだ暗闇、D 教授は語ると。そこにあったの？じゃあ、月中。電気で動くフォークリフトみたいな。これも月中。どんなのにする？ダメだ。スーパーペイントが必要。これで書いて。いい。意外と書けないね。こんくらいにしとこう。こんちは。こんちは。なんか目がかわいいの。おっと、気をつけて。おー、すげえすげえ。めっちゃ荒い。いや、そりゃそうなるわ。見た目に反して荒かった。これでよし。さあ、とりあえずこれで壁は濡れたかな。おっと、切らしちゃった。あ、こっちもあるね。あれ、でもこれはつかないのか。つかないね、つけれないね。なんか違いがあんのかな。この辺りが、まあ、OK か。さあ、先行こう。ん？オーロラ。
これが欲しかったんだろ。ここは星空が欲しいと。あとはこれ拡大はできないか。とりあえず着いたね。よし、君は何が入ってほしい？あ、これね。おいおいおい、ほらほらってことで頑張れ。お、発電か、すげえな。電磁コイルか、なんかちょっと私コイルに見える気もするさあ、もしもしってことでトロフィーもゲットと。じゃあ反対側もだね。捕まえた。これもゲッチュ。君に運転させるのは危ないな。そうだね。これなんか意味ありそう。うん、意味あるんだろうけどね。星空と、とりあえず OK。 ついでにもうちょっと生やしとくで、夜空。違う、それじゃない。どうかな、気に入った？ OK。 あれ、全然こっち来てくれない。こっち。さあ、頼むよ。すっごい横向きになったいいね。いや、いいんだけどさ、それ…あ、消せれるね。よしよし、ちょっとね、綺麗にして、あと2個だ、置かないとね。あ、ここら辺かけるんだ、面白いね。で、あと2個、あと2個だね。その2個がどこにあるかっていうところなんだけど、桜？喜んで。あ、桜かけと。桜こっちおいで。これ動かせれるのかな。そもそも通ってくれればいいだけか。おお、画面が全く見えません。これでクレーンが動くか。中から何も見ませんねこれで、ね、こんな感じで行けば楽だったっていう話ね。まずはちょっと高いところに、さすがに乗れないか、上がって、ここが後で使えるようになる感じか。そこに絵が1枚、スーパー、おお、もう一枚。これダメ。ここの中なんかあったね。またいるのか。よう来るな。またあいつらだ。あのツタをどかさないと登れないな。ねえ、リモートの野良猫はどこ行ったか知らない。
スケッチブックにもう一枚。さあ、明かりを灯してだね。出た、評論家気取り。やばい。評論家気取り。さあ、お前らじゃ無理だろうな。ほいほい。危な。石投げてくるとか容赦ねえな。いいね、今のジャーニーいいね。あ、そこは。では捕まえれないだろうね。で、降りてここに入ると、そう考えると結構今のは凝ってるね。これは何だ、鳥か。いいね、鳥で雷ってもうこと好き満々だよ。なんか、あんたら、あ、やっぱいけないか。さあ、別の場所。あとライトがこの下なんだよね。あいつら邪魔だな。あったね。OK、あれ。意外ちょっとか。これ探してたやつだ。ゲッチュ。そこ書きたいんだが。おっ、いた。いたねー。いたのねー。ほーら、こっちだよ。おい。ほらほら。まあでも、あ、これでここは OK。 いや、まだ残ってたか。そうですね。お、当たるもんだね。へへい。まあでも意外と切り抜ければどうにかなるね。こっちからも行ける感じか。やっぱさっきのところがまだつけきれてないのか。その端っこか。やめろ。こいつらマジ邪魔だな。また来た。でも意外とこうモンスターを倒す感じはないね。最低。気づかれなきゃいいけど。はい、これで OK。 あとは下だね。あれ落として事件を起こしてやりたいぐらいあるけど、さすがにか、さすがにか。それは人でいっぱいだったこの街、嫌いだった。
また開かなくたかったし。いいけど。おお、で、そこから行ける感じか。近くにいるって気づかなかった。やばい。遅いね。でもこれ降りたら確実に、あ、いける。こりゃ便利。さあこれもゲッチュして、え、なんだかんだ絵は揃ったね。さあ、あとは左、あんなやつ左、あれこの辺のどっかにいるはずだよ。消えてたか。そうだよ、隠れてな。隠れてんじゃねえよ。さあ、これで OK。 いつまで隠れる気？あっちか。誰か聞こえるか。いやいや、人数たかってくる方が弱虫だろう。さて、残念。もっとね。ちかちゃ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 。あ、一応消せれるけど、消すとっていう感じか。そう、これでしっかりゾーンが蘇ったね。さあ、大キャンバスで。なんか壊してーなー。あ、そこめっちゃ目立つところに書くんだね。さあ、そこから行く感じか。あとは、そうなんだよね、怪物もなんだけど、ビックリマークのところちょっと行こうか。大キャンバスが描けるようになった。こっちだよね。見られないように。おい、見られた。ふい。ギリギリダッシュで。でもダッシュがないのはそういう理由か。はいはい、問題なし。いやー、でもまだ残ってるね。なんかほっといてよ。びっくりマークは次行くところか、もしかして。うん、あとは、あ、いたいた、あそこだね。よし、さあ、これがこうで、こう行って、こう、次こっち。お、かなり高い。届く？おお、すげえ。落ちるかと思った。あそこいるね。さあ、カモメさんがいる。あっち行く感じか。これは特には書けない。じゃああっちか。さあ、大竹。これは上。いい眺め。すげえな。黒いやつが確実に減ってるね。
こういうところに隠し要素とかないのかなと思ってしまうんだよね。いけるか？特になし。まあ眺めがあっちがこの後行くところかな。まだ結構広い感じだね。危な。はい。どうジャンプ？お、すごい上に上がってきてる。さあ問題なしと。これで。お、危な。この音がしたのはそういうことか。もっと集めないと。ビビビゲット。そういうことか。ここは行けなかったんだね。どっちみちね。これお気に入りだったんだ。さあ何をお望みで。これが欲しいんだね。チューリップか。このチューリップ結構可愛い感じになるからいいよね。スーパーペイントありがとう。さあでスーパーペイントをどこで使うかっていう話なんだけど、裏か。こっちなんかないかな。あったけどだね。なんか意味ありそう。さあ上に上がろう。特に何もないって感じか。じゃあこの上だね、さらに。おお、登ってきてる。手伝って。おいおい、仲良くしてよ。さ、ここまで来たね。これに乗って。さあ頑張ってこい。デンスケパワーって書いてあったね。さあ暗闇を消して水力発電所を美しく飾る。リー教授が見たらなんて言うかな。大スケか。大スカか。まず、いや違うな。違うな。斜めになるのがちょっと気に食わない。で、この状態で。で、次がこれか、パスか。結構この感じはね、あれいろいろあるけど、鳥を飛ばして、あれ、まだいる。あとは、星さん、あっか。あと何がいるかな。これか。さあ、意外とね、この反射してね、見えないんだよね。あ、まだいるか。で、思ったのが意外と鳥がもうどっか行くっていうね。気に入ってくれたかな。
さあ電力復活と、これで2つ目はクリアだね。さあルナもやってきた。気に入ってくれた？あと一つ大キャンバスを完成させれば街中の明かりがつく。で、この街から暗闇も消えてなくなるんだ。あ、マジで？もう3つで？早くねえか？おっと、ずいぶん元気がいいね。次は水だね。ごめん、怒らないでってば。君はね、ビュンビュン飛び回ってたから。そうだ、ビュン、いいよね。あ、風か。水じゃなくて風か。次のエリアは水路か。水は苦手なんだけどな。ルナ、どうかした？ん？何か問題でもあったか？東大まで戻ってほしいの。この町を蘇らせるんじゃなくて。ああ、そっか、寂しいんだ。なるべく早く会いに行くよ。待ってて。なかなかの甘えん坊さんだったわけだね。まあ色は綺麗だからね、なかなかいいなって思うけど、あのいじめられっ子たちから逃げるしかないっていうのもなかなか悔しいところではあるね。さあビューンを新しい怪物作ろう。あー、これやな。風の怪物らしい。風か。ここまではいい感じ。違う、こう。風だったらあり。あとはスーパーペイントがなくなった。違うかも。違うな。できてきた。あ、ちゃんとお腹に膜入ってるね。へえ、面白い。あとは、試してみよっと。ちょっと待てよ。なかなか角度難しいな。まあこんな感じで、割と早かったよね。よろしくね。まあでもこの前したホラーよりかは全然楽しい。いやーねー、値段一緒ぐらいだからね、新品でね。まあまた面白いけどね。で、この風のスーパーペイント、頼んだ。まあ、指さましただけって感じか。東大まで戻るか。ファストトラベルはなさそうなんでね。まあでもちょっとずつ明るくはなってきたね。多分ね、4マップ分ぐらいありそうな感じだと思うんだよね。4か5。いた。ギリ。ゾーン3。こっちからじゃなかった感じか。まあ東大行ってみよう、とりあえず。
いやー、だいぶ最初の暗い雰囲気はどっか行ったね。さあ、東大へ行く。まあでも、いたぶりたいね、伊集院子ね。で、なんかね、声がね、キングダムハーツの空っぽくて、同じ人かなとか思ったりしてたんだけど。まあでも、ここら辺彩れない。まあでも、4つぐらいっぽいよね、この属性的に。あ、タコガール。お、ビリー。友達を作るぞ。そうだね、幸先いいんじゃない。あ、風って感じやな。収まってきたね。耳？耳？似合うかも。こんな感じで生やしたりするわけね。あ、これでまず書いて。よく聞いてね。ん？これ取れないか。さすがに。これなんか取れる方法ありそうだけどな。すげえ、もうここまで来てる。あ、はい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 、そういう感じね。こんな感じにしよう。で、なんか手っぽくなるやつねえかな、これ。うん、次はいい感じに持てねえか。違う。いい感じに、こんな感じで似合うかも。さあ、これでいこう。こんにちは。さあ、こんにちは。助けて。これがさ、これマジ何なんだろう、これ。はい、こっちこっち。3種類揃ったね。さあ、一発ビリッと。もしもし。いい感じやね。ゲッチュ。そう、あとこっちだね。これは風だろうね。おお、めっちゃ飛ぶやん。2枚ゲットだね。で、あれ、今なんか雨降らしてみたいな感じだった気がしたんだけど。気に入ったんだね。さあ、 OK だね。この状態で上に戻ろう。おい、ルナ、僕だよ。何してたの。
次そっちかけと。明るくしてほしいの？任せてよ。さあご要望と。まず木だな。桜を咲かせーの。いや桜はやっぱこのピンクは綺麗だよね。あ、また間違えた。それではなかったんだが、ここら辺だね。で、蝶を。ねえ、どう？さあ、これでどうだ？何してるの？あ、登れるよっていう感じか。あ、落ちたね。意外とシビアだったね。ああ、そうなる。そっか、意外とジャンプでよかったか。ちょっと待った、一発でなんでいけた。結構シビアだぞ。おお。いや、てかこっち行けばいいんだ。待て。ちょっと浮いてるね。さあ、こっち？ここもなんかあれね。氷があるのか。あ、水っぽい。さあ、増やしてくれってことか。どれどれ？どうしよっかな。一周したね。あれ？これしたっけ？いや、絶対してない気がする。幸先いいんじゃない？そうか。なんか羽っぽいの生やしたいな。いい。ああ、良さげやね。まあ、発想がいるな、これ。こうで。Okay. こんな感じでいこうかな。さあ、また炎の子が出たけどね。うわ、びっくりしたな。あら、下に行った。あ、いや、でもなんか広がる感じがするね。さあ、また書いてくれと。そうだね。意外と伸ばすと変わる。関係なさそうだが生やす。あとはこれが。うん、いいね。
意外と短い。うん、こんな感じかな。で、こんな感じにしとけばそれっぽくなるんじゃないか。え？さあ、下に行ったから下に行こう。いや、違う。ああ、これは君たちか。うん、いいよ。うん。意外と伸びる。うん。じゃあ、なんかシャラン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 。音がしたときは、まあいいか。下行って、反対か。この宝箱も開けれるようになる感じかな。そしたら怪物がもう一人いるのかな。さあみんな走ってこい。超ダッシュして頑張ってきてる。あら、でもこっちじゃないっぽいな。上に戻ってみようか。こっちおいで。ルナの元に行って。上か。しかも反対側。おっ、よし。どうやって出したの？いやアッシュすげえな。身体能力ね。ああ、これとこれをゲッチュ。新しい感じだね、見た目が。で、ぐるーっと行って抜けて、あれまたなんか来たところ戻っていってるような感じだね。おい、ギリッ。そこ飛び抜けるんだろうね。さあそこまで来いと。いやサスケ出れるし。君サスケ出れるよ。伸ばしの収まってきたね。の？おう。次は。こうテイストが全部こう可愛い感じだからさ、なんかどれしても可愛くなるね。全然いいんだけどさ。できてきた。見てて全部が全部絵が可愛い感じだもんね。イケメンだね。イケメンか。わからないな。絵のセンスってそんなもんなのか。あ、どっかに連れて行こうとしてるみたい。さらに降りると。ああ、なるほど。残念ながらないのよ。ああ、どんどん書かせていって、ここ自体が全部の色を使うって感じか。なるほどね。じゃあちなみにちょっと下の2匹になったけどどうなったのか。
さあ、いるかな。どうやら僕に何かやってほしいみたい。何かやってほしい。どうやら僕に何かやってほしいみたい。これと、これと。3。やってほしいか。でもこれ多分もう一つだよね。どう見てもね。よしよしよし。じゃあ、今回は、ここまでにしよっかな。だからね、次、水路に行かないと多分次が見つかんないんで、次は、水路のところからスタートしよっかな。なんで、次回はその水路なので、移動は終わらせておこうかなと思います。いやー、でも普通に面白いな、これ。のんびりする分には最適だね。結構、こういう系は、だらだら一人でするのが好きなんでね。いいかなっていう感じはするんですけどね。まあ、筆ぶん回して攻撃はできないのは、まあ、主人公の性格だろうね。どうか声聞いても空の声にしか聞こえないから、ぶん回してもらえるとね。はい、お橋本さん、こんばんは。こんな感じだね。まあ、ちょっとずつ明るくなってきたっていうところか。まあ、ということで、今回ここまでにしましょうか。後半のなかなか長めになってしまったね。はい。ということで、次回は、続きは来週ですね、やりたいと思います。また告知はしっかりしたいなと思いますので、ぜひ遊びに来てみてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。